公会計士税理士の白岩です。静岡市駿河区で会計事務所の代表を務めております。今回は私の将来的な求人、組織づくりにおける求人についてお話ししたいと思うんですが、ただいま2015年の11月半ばなんですけども、来年の夏ぐらいですかね、2016年7月8月ぐらいに、正社員の求人を出そうと思っております。想定している方は20代ぐらいの若い男性を考えておりますけども、そういう方に入っていただいて事務所で働いていただきたいなと思います。でなぜ20代の男性かというと、今は主婦の方にですね、たくさん来ていただいてワイワイしてる感じの事務所を作っております。でその中で、男性が入っていただいて、その女性の中でキャッキャッキャッキャやっていただけるといいのかなと思います。で今職場がかなり明るい感じなので、それに合うような方が入社していただけるといいかなと思います。で、会計事務所なので主には税理士を目指しているというような方が想定になることもあるんですが、私としては税理士よりもコンサルタントですね、経営コンサルティング、コンサルタントを目指していますというような方がいいのかなと思っています。私も将来的にコンサルティングの方を、比重を、重き多くしたいと思ってまして、やはり税理士業務は将来的に、シュリンクしていく、縮小していく市場ですので、ただ、コンサルティング、コンサルタント、アドバイザーというのはなかなかできる、そこまでスキルがない方が多いので、そういうスキルをこの事務所で身につけたいですというような方が入っていただけるといいかなと思います。なかなかすぐに身につくものではないと思いますけども、そういう意識で入ってきていただけるとうまくいくんじゃないかなと思います。ただその前提でやっぱり会計とか税金の知識というのは当然必要になりますし、プラス経営、組織づくり、営業なんかも絶対必須のスキル、ノウハウ、知識になりますので、そういうのも一生懸命お勉強、勉強していただいて、身につけていただいて、また入社していただくと、入社してからそういうのを勉強していただくというのがいいかなと思いますので、ぜひご興味ある方はご応募いただければと思います。